じゃあそこで各社が次をどうぞ。で、サブウォッチの方が立ってください。マイクをお回しなさいとお待ちください。ニコニコ動画の七尾と申します。よろしくお願いします。冒頭ですね、高橋選手に謝罪されました。はい、ニコニコ動画の七尾と申します。高橋選手についてお聞かせください。はい、オリンピックの高橋選手の競技を、テレビなどを通じて実際その時ご覧になったかということとですね、改めて影響はあったと思うんですが、高橋選手におっしゃりたいこと、その時感じたことを詳しく教えてください。高橋選手とは、一度番組を通して直接お会いしたことがあったり、あとは、雑誌等で特集を配れて、高橋選手の滑りに対する思いに対することに私が発言したことがありますけれども。もう今この時点に及んでですね、それはもうすごいことであり素晴らしい演技であるというお話はしましたけれど、今その感想に触れることは精神的にちょっと難しいですが、本当にあのような素晴らしい選手がこの曲を選んでいただいたことに感謝はまず今でも変わりませんし、高橋選手自体がとても精神の強い方なので、もしかしたらこういう事件に影響したのかなという気持ちはありますが、それを乗り越えていってくださる方だと信じておりましたので、はい、自分の責任は大きく感じていますけれども。競技はご覧になりましたか？いえ、辛くて見れませんでした。はい、お願いします。松本さんですか？はい、読売新聞の松本です。今までサマラゴーチさんの名前で発表された楽曲の著作権、今サマラゴーチさんが持っていらっしゃいますが、それは今後どうするつもりなのか。新垣さんは著作権を、主張しないとおっしゃってますけれども、そういう点についてお伺いします。松本さん、これから、今新垣さんが何を思われていてるということがちょっと今わからない状態です。記者会見では新垣さんは著作権は放棄するとおっしゃったというのは知人から聞いてだけの情報で知っておりましたけれども、今後、弁護士さんを通してどのような回答が来るのかということはまだ分かっておりません。